はい、どうもこんにちは。前回の動画でマキタの分割式の仮払い機を購入したという動画を上げたんですけど、今日はこちらをワイヤー式にするアタッチメントがマキタから出ているので、それを取り付けて草刈りをするという内容の動画となります。うちの父親はもうね取り付けて使用したんですけど、僕はねまだ使っていないので、今日はね取り付けからやっていこうと思います。それではやっていきましょう。はい、こちらがね前回購入しましたマキタのね分割式の仮払い機となります。こちらのチップ層の刃をね取り外して交換するんですけど、その際にね、マキタからこういった感じのねアタッチメントが発売されています。まあこれはもうねうちの父親が使ってちょっと傷がついているんですけど、はい、今回ね交換するために買ったアタッチメントがマキタの楽巻きナイロンコードカッターというもので、Amazon で購入して金額は3240円でした。じゃあまあ取り付けからやっていきましょうか。そしたらはい、こちらのね仮払い機に付属されていたこちらの T 字型のねレンチを使って、まずはチップ層の刃を取り外していきます。取り外しはねここにね刃をロックするボタンがあるので、こちらを押すとねこうやって刃が止まるといった感じになります。まあねこの刃なんですけど、ネジがね逆ネジになってるので、まあ回す方向がね締める方向に回すと緩んでいくという感じになります。こちらのロックのボタンを押して、これを締める方向に回します。はい、するとね真ん中のこのチップ層とこのストッパーが外れるので、ストッパーは使わずにボルトは使います。こちらを取り付けていくんですけど、取り付けはねまあそんな難しくなくて、この部分が普通に押せるようになっていて、押すとね上に噛んでいる爪が外れるって感じです。でこれが両側にあるんで、これをグッと押して、はい、外れ、グッと押すと、よっしゃー、はい、こちらの中身はねこんな感じになっていて、でねこちらに穴が開いていて、ここにねさっきのボルトを差し込むという感じになります。まあ、上段がこちら、下段がこちらっていう感じで振り分けられてねワイヤーが巻いてある感じですね。はい、じゃあねこれを取り付けていきます。取り付けはねもうすごい簡単なんですけど、まあ、このプレートがありますよね。このプレート、このちょっと突起部分みたいなのがあって、こことねこちらのこの円がねぴったりなんですよね。こんな感じではまります。なのでこちらを取り付けて、ここにかぶせるだけ、こんな感じです。で中の、ボルト穴にもともとついていたこのね逆ネジのボルトを刺して止めるといった感じなんで、これはまた逆側に緩む方向に回すと閉まっていくので、これをレンチでこんな感じでくる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 、で止まったらこちらのねストッパーのボタンを押してギュッと締める感じです。はい、でこれでねロックされました。簡単ですよね。はい、で、こちらのねカバーを最後、元ついていた感じで取り付けていきます。よし、はい、こんな感じでね変換されました。じゃあまあねどんな感じなのかちょっとね試していこうと思います。はい、スタートします。はい、こんな感じでね回転します。でねこちらのねナイロンコードは、叩き出し式っていう感じらしくて、どうやらこちらをね回して、叩きつけるとワイヤーが伸びるっていうタイプみたいです。ちょっとやってみましょうか。現在このぐらいの量なんで少しやってみます。はい、こんな感じでワイヤーが伸びましたね。当たるぐらいまで伸びたんで、こんなね便利なものがあるんですね。知らなかった。ちょっとね畑の方に行って草刈りをしてみようと思います。はい、ヤギたちがだいぶ食べてくれてますね。よし、じゃあこの辺やっていきましょう。いいですね。これはこれでなんか流行りはいいような気がするな。やっぱり。
勝手に出てくるやつ、これめちゃめちゃいいっすね。ちょっとじゃあもう少し買っていきましょう。すごい。やっぱりさっきの畑がちょっと特殊だったんですけど、こういったね普通の草が生えてる平地というか平らなところ、まあ、木の枝がないようなところであればね、すごいですね。はい、今回はこのねナイロンコード式のねアタッチメントをつけて草刈り機を使ってみたという動画となりました。いやー想像以上に良かったですね。これをね下に叩きつけることによってワイヤーが出る、このワイヤー送りの方法もね便利なんじゃないかなと思いました。やっぱ毎回止まってね変えるのっていうのがね本当に今までねめんどくさいなと思っていたところだったので、こういう機能があるねものをね知れて良かったと思います。先ほどの映像を見ていただければわかると思うんですけど、あまりね太い茎がない草がある場所であれば全然これ1台でね十分なんじゃないかなと思いました。はい、ただ茎があるやつはやっぱチップ層型のものの方が切りやすいと思うんで、あの取り付け取り外しもボルト1本でできるので、まあ付け替えながらね使うのが一番ね便利な使い方なんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、今回のこのマキタのアタッチメントは概要欄に載せておくので、よろしければそちらから見ていただければと思います。またねこれから工具の動画 DIY とか田舎暮らしの動画を上げていくので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。